皆さんこんにちは。私は今ですね、リバーバレー沿いのクラークスキーっていう人気の観光地に来ております。見てください、この後ろのパステルカラーの建物たち、おしゃれですね。でですね、今日はこの後オーチャードの方に移動しまして、シンガポールのインターナショナルスクール事情について専門家を呼んで言及していきたいと思います。シンガポールに30校以上あると言われているインターナショナルスクールですね、どこがいいのか、どんな種類があるのか、いろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。それでは後ほど。おしゃれですね。じゃ、今回はですね、シンガポールインター校のアッセンパイオニアカルコネの岡見社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組は、皆さん初めての方もいらっしゃると思うんですが、会社の売買 M&A にまつわる情報番組なんですね。YouTube で配信してるんですけど、ぜひね、皆さんチャンネル登録マストでお願いします。で、参考になったらグッドボタンお願いしますね。で、ここね、今シンガポールのオーチャードのオーチャードゲートウェイっていうんですかね、結構大きなモールの中で、オープン前のカフェでちょっと収録させてもらってるんですけど、実は隣にいらっしゃるカルコレの岡部社長なんですが、シンガポールでインターいろいろあるんですが、そのインターの斡旋業もやられてるんですよね。はい、紹介業務。で、うちも娘が一人いまして、7歳の娘が一人いるんですが、お世話になって、いるんで、皆さんね、多分気になってると思うんですよ。シンガポールのインターってどういうところがあるの、学費いくらなのとか、日本人どこが人気なのっていうのをですね、いろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ軽くちょっと自己紹介ちょっとお願いしていいですか。はい、私が、2012年からですね、こちらシンガポールに住んでまして、今8年、もうすぐ9年になります。かなり長く、はい、なってきました。2014年からですね、この仕事を始めまして、今女性ばっかりの会社でですね、お子さんが元気よく皆さんのサポートをですね、インターナショナルスクール入学するサポートしているっていうような、形です。まずは皆さんね、やっぱシンガポールで、子育てって言ったら今インターをイメージされると思うんですが、そのシンガポールで日本人が来た場合、どういう学校の選択肢があるんですかね。そうですね、もちろんですね、せっかく海外に来たからインターに行きたいっていう方はすごく多いかなっていうふうに思います。うちの場合ですね、もともとそもそもインターに行きたいからっていうので、コンタクトしてくださる方も多いんですけれども、もちろん日本人学校っていうのが小学校で2つ、中学校も1つありますんで、2つですよね、インター行くか日本人学校行くか。で、公立校っていうのはあまりに選択肢が狭いって言いますか、ほとんど入れないんです。ローカルの学校ってことですね。はい、ローカルの学校は、ほとんど、ほぼほぼ無理っていう形なので、2択ですね、インターか日本人学校か。なるほど、なるほど。そうすると、インターって、国を挙げてインター校を誘致したわけじゃないですか、シンガポールって。はい、今どれくらい数あるんですか。今、うちの契約校だけでも20ぐらいありますんで、メジャーなところで30校ぐらいですね。インターナショナルスクールみたいなところが大体30校ぐらい。30もあるんだ。はい、そうですね。で、それ以外にも私立校みたいなところもあります。なので、選べる学校数は逆に言うと多すぎるっていうか、かなり多いですね。ここから好きなところって言いますか、合うところを選んでいかなきゃいけないっていうような形になります。うちもそうだったし、うちの友達の家族もそうだったんですけど、コンタクト取らせてもらって、20校ぐらいある中で5校ぐらいに目星をつけて、そこを、いろいろ見学、一緒に見学行かせてもらうっていう流れですよね。大体そうなんですね。カルコネさんで契約している、学校の一覧っていうものをですね、そうですね、概要欄に貼っておきますんで、ぜひ皆さん見てくださいと。で、その中で日本人にどの学校が人気があって、それぞれどういう特色があるんですか。代表的なところで大丈夫ですけど。そうですね、まずやっぱりインターっていうとテクノロジーに強いとか、今だとその、最先端の教育を学べるみたいなところを、注目される方が多いかなっていうふうに思います。あとはもう、シンガポールっていう国柄ですごく多国籍なので、そういう多様性を求めてっていうことでですね、インター選ばれてる
ると思うんですけれども、やはり欧米人もいてアジア人もいるみたいな、あの学校さんが結構人気かなっていうふうに思います。あとはもう一つ、ローカル系インターナショナルスクールっていうのがありますので、こちらがその半数シンガポーリアンがいます。シンガポールの、公立校って今申し上げた通り全然入れないというか難しいので、シンガポーリアンと知り合うチャンスがまあないんですナイスナイスね、そうですね、はい、なかなかそう外国人の友達はできても、あのシンガポリアンの友達ができない、まあ、接点がないっていうので、あのそういうのを求める場合っていうのはローカル系インターナショナルスクールっていうのがありまして、だいたい中学校から以降になりますので、中学校からのお受験って言いますか、まあ、ご留学とかで単身でとか、そういう場合に人気があります。で主に、まあ、ACS っていう学校さんが、大きな声で言っちゃいけないのかもしれないんですけど、あのアジアの系みたいな学校でアジアの慶応用ですね。アジアの慶応、めっちゃ面白いですね。みたいなあの学校なので、はい、その人脈とか、あとそのアジアから、まあ、富裕層の方が集まってくるみたいな、しかも、まあ、ある程度レベルも高いみたいな学校があるんで、ここは基本的に人気です。入れるんですよ、そんな。お受験ですね。お受験、はい、英語ですよね。英語でやる、英語と数学と面接と知能テストです。親の面接あるんですか？ないです。全然間に合います。あのこれから準備していかないと余裕で、なんか日本の受験校みたいに難しくないので、ちゃんと勉強すれば入れる学校です、で、あの基本的にはやっぱり学校的にもそういう人脈を求めてくるっていうの分かってますので、あのまあバックグラウンドがしっかりしたっていうか、あの人がまあ揃ってるっていうのも含めてすごく人気ですね。なんか日本のその受験事情みたいな、なんか特殊なルートからの紹介がないととか、その人のまあ出自がどうこうとかってやっぱ関係あるんですか？いや、あのそんなことないですね。あ、もう実力。はい、実力と、あとは企業経営者であるとか、やっぱりあの病院を経営されてるとか、理数が基本的にシンガポール強いですので、まあ、そういうところからいらっしゃる方、あと政治関係のアジアからですね、あの来てるお子様とかが多いので、そういう、まあ、ところはちょっと学校が好むっていうんですかね、ところありますね。なんで本当にあのこれから移住を考えられてる方とかですね、すごくいい選択肢かなというふうに、中学校から目指される、そうですね、トライされるということですね。で、一つその、まあ、今も感じてるかもしれないんですけど、駐在員の方すごく多いじゃないですか。多いですね、はい。なのでお友達が帰っちゃうんですよね、せっかく仲良くなって。確かに、なのであの、まあ、シンガポリアンが5割で、そうやって皆さん留学できちんと来られるとあんまり辞めないので、なんでその人気校って基本的には辞める子が少ないんですよね。なので人気っていうのはあるかなっていうふうには思います。で、うちの契約は基本的には初心者向けっていうか、その初めて移住してきて留学してきて入れる学校さんなんですけれども、ちょっと人気なところで言うとその UWC とかですね、聞いたことあると思うんですが、あとはタングリントラストとかですね、まあアメリカンスクール、そのシンガポールアメリカンスクールとか、あとそうですね、今だとダリッチカレッジさんとかですね、この辺はまあ人気なんですけれども、英語力がないと入れないっていう形になりますので、まず1校目っていうのはちょっと本当に好みとか、あの親御さんの考え方とか聞かせていただいて、まあ、うちの方で何校か選ばせていただいて、で、まあ、一緒に見学するみたいな選び方がいいかなっていうふうにあの思います、まあ、その中でもやっぱりアメリカンって名前がついてて、やっぱりカナディアンとかですね、あの施設がしっかりしていて、テクノロジーとかもちゃんとやっていて、部活もあってみたいなところが、まあ、基本的には人気っていうんですかね、選ばれやすいかなっていうふうにあの思います。ただお子様の性格もありますんで、この辺は確かに、あ、そうですね、皆さんね、これあのシンガポールだとその転校するのが結構、まあ、当たり前なんですよ、だから最初に入ったインター入るけど、やっぱ合わないなと思ったら違うインターに転校するとか、そういうの結構、まあ、多いですね、そういう方ね、はい、多いです多いです。だから、まあ、別になんか あそこに入れなかったからっていうわけじゃなくて、まあ、まずとりあえず1校目はみたいな考えは皆さん持たれてますよね、あ、そうですね、本当その通りですね、あとはなので1校目は入れるところに入って、2校目はそういう人気で英語力がないと入れないところに移るみたいな、はいならすごい多いかなと。あとね、これやっぱね、まあ、大事なここもちょっと聞きたいんですけど、いや、インターって言うとちょっと高いんじゃないのみたいな、はい、高いでしょみたいなの多分皆さん思ってると思うんで、その、まあ、学費っていうんですかね、どんなもんなんですか？そうですね、大体中1ぐらいから今あのバジェットインターって呼ばれてるような安いところも出てきてるんですね、年間でかかるお金が大体学費だけで150万ぐらい、ということは月々、12万ぐらいかな、そうですね、なんでここ
ここあたりで、まあ、お休みインターって呼ばれる勤務帯です、はい、で、大体普通のって言いますか、そうでない学校さんについては、うん、まあ、小学校1年生で3万ドルぐらい、240万ぐらいですかね。240万ぐらい、20万ぐらいですね。そうですね、はいはい、なんでね、月額20万ぐらいはかかってくるみたいなイメージですね、はいはい、で、まあ、その他にもやっぱりバスだの、なんだの、いっぱいかかるんで、じゃあそこだけで終わりって思っちゃいけないっていうのがまた、はいはい、肝なんですけれども、はい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 、基本的には、まあ、お安くないで、どん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 学年が上がるに従って学費は上がってきますんで、うん、学年が上がることによって、その学費が上がります。結構上がりますね、なんで、うん、まあ、50万とか。まあ、年単位じゃないですね。例えば3年後ぐらいか。なるほど、なるほど。まあ、そのレンジが上がると、中学校になると、また小学校高学年ドーン、中学校ドーンみたいな、上がっていくみたいな。ってことは、所得が増えていかないと、学費がちょっと圧迫するっていう。まあでも、シンガポールって税率安いんで、あ、そうですね、まあ皆さん見てる方、経営者の方が多いと思うんで、経営者の方であれば日本法人をやっていて、シンガポールに在住であれば、日本から得る役員報酬は税率 20% ですから、うん、そう考えたら人にもよると思うんですけど、まあ誤差かなとちょっと思ってます。うんうんうん、はい。はい。そうですね。うん、なんで、今すごい増えてるかなと思いますね、移住の方も。あ、増えてるんです。はい。それも聞きたいんですけど、今シンガポールって大体日本人が3万7000人ぐらいいるって言われてるじゃないですか、はい、でも、まあ、駐在含めてですよ、うん、でもこのコロナ禍でどんどんやっぱ国が仕事がなくなってるから、まあ不要って言うと怒られるかもしれないけど、極力そのビザの交渉しなかったりとか、日本人が減ってきてると、うん、はいはい、ということで3万人ぐらい減るって言われてるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、はい、それでも増えてるんですか。逆に言うとその国の方が多分今後減っていく、うん、っていうところですね。っていうのも多分今回のコロナで別にシンガポールまでわざわざ来なくてもいいじゃんっていうのに気づいた会社もいっぱいあると思うんですよね。あとわざわざそのオフィス出して全部のいろいろ高いじゃないですか、うん、EP 発行してみたいなコストを考えると別に日本でもいいよねみたいなところも含めてですね、今回まあ減るんじゃないかって思うんですけれども、逆に留学とか移住っていうのは今コロナで他の国が、まあ、全滅って言ったらあれですけれども出ていけないので、うんうんうん、入国ができない、うん、ってなるとシンガポール今ビザもちゃんと出ますし入国許可も出ます、うん、で付き添いの親御さんも入れます、うん、あ、そうなんですね。そうなんです。それなので、まあ、ここも含めてすごくニーズが高いっていうんですかね。面白い。じゃあ、あれですね、起業家の移住は増えていくってことですね。はい、増えていく。でもそうですね、シンガポールとしてもシンガポールへの職を取ってしまうような駐在の方は、あ、まあ、増えなくてもいいけれども、うんうん、お金を押し通してくれるような人はウェルカムですもんね。そうですね、あと雇ってくれたらさらにウェルカムみたいな感じですよね。はい、なるほど、分かりやすい、はい、じゃあ皆さんシンガポールお待ちしますので、はい、来てくださいね。はい、いやこれねちょっと面白い。あ、ちょっとそろそろ時間なんで次また第2回ですね。はい、はい、1回目はこの辺にしたいと思います。あ、ない、はい、じゃあ皆さんまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。グッドボタンお願いします。M&A 実務完全習得講座というものをですね、 M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。